大丈夫一郎離れたくないよ。ごめんね、こんな姿見しちゃって。うん、ほんと結構落ち込んでるんですけど一郎が泣くの珍しいよね。そうだね、本当にこんなこと言われると思ってなかったからさ。何があったかっていうとさ、前に俺アトピーの動画出したじゃん。でその時は背中に結構症状が出てたんですけど、実は目にも症状が出ちゃう時があって、まあ、こんな感じでこの目の下とかかさぶたみたいなのできたりとか、目の中にもさかさぶたができちゃったりとかで、みんなにはね分からないようにファンデーションとかですっごい思いっきり隠してたりとかして見せないようにはしてきたんですけど、ここ最近その症状がもうめちゃめちゃひどくなっちゃって、ファンデーションですら隠せなくなっちゃった時があったんだよね。それで今までねこの目に対していろんな眼科に行ってきたの。もう6年前ぐらいからいろんな病院に行って診察してもらってるもんね。そう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 、そのねいろんな病院に行ったのはいいんだけどさ、もうそのいろんな病院ごとで診断結果っていうのがもう全然違うの。ある時は結膜炎ですねって言われたりとか、ある時はあこれ日焼けですねって言われたりとか、全然違うじゃん日焼けと結膜炎だけでも。それだからさ何が正しいんだろうなっていうふうにもうずっと思っててさ、で治ったり発症したりっていうのを繰り返してって最近すごくひどくなっちゃったんだよね。だから、うん、ちょっと有名な病院に最近行ったんだよね。そう、東京でもすごく有名な先生がいる眼科があるってことだったのでそこにね行きました。でそこのね眼科に行った時に言われたのが、日焼けでもなく結膜炎でもないっていうふうに言われたの。だからもしかしたら何かの成分が目に触れた時に荒れちゃうんじゃないっていう、それ接触性皮膚炎って言うんだけどさ、目の病気じゃなくって、うん、目の周りも皮膚の病気なんじゃないかっていう、そうっていうことになって、それでここの眼科じゃ見れないからっていうことで大学病院の皮膚科を紹介してくれたんだよね。で後日大学病院に行くじゃん。パッと見見てもらった診断結果っていうのがニキビなんじゃないかって言われて、ニキビでも、まあ、パッと見の診断だけなので、そうだね、まあ、ちゃんと詳しく調べる必要があるっていうことで、うん、検査をすることになったんだよね。そう、どんな検査をしたかっていうと、アレルギー検査とあとジャパニーズスタンダードパッチテストっていうのがあるんだけど、そのね2種類の検査を行うことになりました。こんな感じで写ってる跡が残ってるんだけど、そこの丸のところにいろいろな薬品とかを載せて、アレルギー反応が出るかどうかを検査する、うん、そう24種類をこことここ12-12で4日間かけてパッチテストやりました。でねまたねこのねパッチテストのね検査がすごい大変なのよ。まずもちろんね3日間お風呂に入っちゃダメで、テープみたいなものでその成分とか物質みたいなのをこうやってペタって貼るんですけど、書いてもダメだし、普段飲んでるかゆみ止めとかも飲んじゃダメだし、もうねアトピーの方だったら分かると思うんだけども、めちゃめちゃしんどいの。でまあそのね4日間すごくね過酷だったんですけど、無事ね4日過ごすことができて、パッチテストの結果は全部陰性でした。だから使ってる薬品だったりとか、うん、あの化粧品だったりとか、体に外からつけるものでアレルギー反応が出てるわけではないっていう結果が分かったんだよね、そこで。そうだね、問題は血液の方のアレルギー検査だったんだよね。さっきね、まあ、泣いちゃった理由っていうのはこのね検査結果に関連してるんですけど、アレルギー検査の結果がすごくひどくてひどくてひどくて、測定結果で一番自分の体に対してアレルギーになったのがダニで、クラスって言って、まあ、大体そのどれだけあなたに対してアレルギーなのかっていうのがこうグラフみたいなのがあるんですけど、マックスで100以上、これが6なんですけど、それを超えちゃってます。ダニが204でしたやばい、やばくない？だからかなり重度のアレルギーだったんだよね。で、2番目の多かったのがハウスダスト、これが169、だからこれも測定外重度のアレルギーでした。で3番目に多かったのがこれだよ、問題なのは、それが犬でした。まあ、軽度の犬アレルギーだったらいいじゃん、数値が99なのでレベルマックスにほぼ近い犬アレルギーだった。で、この結果を受けてね、先生に言われたのが、数値だけで言えば、まあ、とんでもないわけ。だから、先生がね、僕に対して、こんなことを言うのはなんですけど、ワンちゃんをファッションで飼ってるんだったら、手放した方が
いいと思いますっていう風に言われました。もうそう言われた時に本当にショックでさ、ファッションで勝ってるなんて絶対ないじゃん、1ミリもそんなこと思ったことなんてないし、本当に毎日毎日さ、一緒に寝てさ、一緒に散歩してずっとさ一緒にいるのに、僕はこういう見た目だからなのかわからないけど、ファッションで勝ってるんじゃないっていう風に思われたこともすごくショックだったし、まあ先生も先生で、犬アレルギーが出てるから、犬を手放すのが、ね、一番アレルギーが出ない方法だから提案してくださったのかもしれないけど、ね、犬が大好きで自分よりも優先する大切な家族みたいな存在だからこそ、いきなり犬アレルギーって事実だけでもショックなのに、ファッション感覚で飼ってるなら手放してくださいってね言われたら傷つくしショック受けるよね。いきなり言われてさ、犬のことになると結構感情的になっちゃうので犬と離れたらどうしようとか離れたくないとかさ、お家に帰ってきて犬たちの顔を見て離れることを想像して涙が出てきちゃったんだよね。そうそうそうまあそれでまあああいう感じで泣いてたっていうのが、まあ一部始終だよね。まあでも手放すことはないです、誓います。今回こういう風にアレルギー検査とかパッチテストをやったことによってさ、自分の体がどういう原因で痒くなるのかとか、自分のさ体を知ることができたじゃん。いい経験になったなっていう風に思う。そうだよね、今まではさ、いろんな病院行っても診断結果も違うし症状も治まらないし、で原因もわからないから余計になんでだろうなんでだろうってずっともう何年も何十年も悩まされてきたけど、ようやくこうやって大きな検査をすることで、何が原因で反応が出るのかっていうのが分かっただけでもすごい良かったよね、今回検査して。そうだね、2人で頑張って対策して少しでも炎症が出る回数が減って自分の体が楽になったら本当いいよね。本当に心強い、ありがとう。今回こういう動画でこういう検査があるよって初めて知った方も中にもいると思って、そうだね、それも伝えたかったっていうのもすごくある。パッチテストすごく大変かもしれないけど、それが終わればね、自分の体のことをよりよく知れるいい機会だと思うから、ぜひね、パッチテストやってみてください。チーズワンちゃん、もう本当に落ち込んだんだからね。時代だもんね。いや、本当だよ。だからこれからもう目の症状が出ちゃったりすること結構あると思います。やっぱり一郎くんちょっと目赤いなとか、そうだね、目が赤くて泣いちゃったんですかとか、怪我したんですかってやっぱ言われることもあるあると思うので、実はそういったことがあったんだよっていうことを知ってもらえたらなっていうふうに思います。あとさ、びっくりしたのがさ、アトピーって塗り薬だけじゃなくて注射タイプでアトピーを抑える薬もあるんだって。そうそう、これなんだけど、今は本当いろんな新薬も出てるから、いつかはねアトピーも治る病気になるといいよね。そうだね、アトピー患者の皆さん一緒に頑張りましょう。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。